はい、こんにちは、スプレーアテンダの梅ちゃんとメルさんです。今、タイのプケットに行って観光地だよね。で、観光地に行けば、お土産とか買うと、日本人だから高く、なんていうの、そう、高く言うね。え、で、アタシクと、もしかしたら安くなるかもしれない。なんかたまにはタイ語で話してくるから。いや、だいぶタイ語で話してくるね。うん、だから私もタイ人と思ってる。ちょっと同じもの、同じところで値段を切って、すればどう違うのかちょっと見てみたいと思います。この店の、紫のさ、あれをの値段を聞いて、なんていうかちょっと一人ずつ聞いてみよう。オッケー、俺から行くよ。オッケー。普通に高かった。750。あと水着いくらあったら500だった。だからとりあえずいろんなの聞いてみて、あの紫のやつは750。やばくね。高いな。すでに高いね。ということで、じゃあベロちゃん挑戦。レッツゴー。はい。ベロちゃんいくらでした？思ったよりと違う。800だった。800。嘘でしょ。同じものは800。ベルのがボラれてる。すごいボラれてる。ということで、なんで検証結果、思ったのと全然逆になって、全然逆になって、俺が750でベロが800で、ベロちゃんの方がもっとボラれてました。ということで、こんな感じの結果になりました。楽しいと思ったら